びっくりした。召されるかと思った。あなたは？おっさんはな、島巡りをサポートする試練サポーター。オイラの役目は参加者の力を試すことさ。まずは5番道路のトレーナーをみんな倒してきてごらん。お、ここの、おお、びっくりした。二人いっぺんに。1たす1は2ではなく、3にも4にもなると言います。負けるわけない。強い気持ちが大事。かかっておいで。双子かい？ああ、かわいいよ。双子ちゃんの千尋と美尋が勝負を仕掛けてきた。なるほどね。双子ちゃんのデザインも、普通に園児と変わらんね。おお、ププリン。ああ、かわいい。右側の子はなんて言うん？多分あれよね。ラッキーの進化前ってことよね。いいね、いいね、かわいいね。それじゃあちょっとケララッパで行こうかな。ケララッパじゃないね。コラットで行こうか。え、全然違え。え、二人ともノーマルタイプじゃないの？ノーマルタイプじゃないの？フェアリータイプってことかな。何それ、なんか、初期の頃からそんなに変わるの？あ、なるほど、コイルがいいっぽいね。あ、ゴンベはもうこのまんまでいいよ。うん。行こう。戦う。じゃあ、指を振るとかしてみようっと。よし、月光が浅かって。二人とも超可愛いポケモン使うな。まねっこ？まだこっち全然やってないよ。よし。回復封じ。いやー、酷だわ。酷だわ。それぞれ、それぞれなんか回じゃないわ。レベル進化前のポケモンを使いよるってことやね、それぞれ。ちょっともう一回指を振るで。指を振る結構好きなよね。なんか、いろんな技が出るやん。自分がもともと覚えとるのとは違う技が。なんかちょっと、そういうくじ引きとかさ、そういうドキドキ結構好きなんよね。おいし、指を振る。今回は出会い頭。決まれよ。決まれよ、おい。ピンプク。ピンプクに、いけ。ピンプクって言うんや、名前。かわいい。あの子はノーマルじゃないんかな。おー、びっくりした。召されるかと思った。あ、なるほど。天使のキスは混乱ね。悪魔のキスも混乱じゃなかったっけ？違った？天使も悪魔もすることは一緒なのか。あられ。急な天気の変化が。これは？なんか氷系の技が強くなるとかそういうやつかな。え、ちょっと味方。味方ー。あ、一応、あっちもか。あ、これは全員見境なくってこと？あ、なるほどね。あ、すごい、これ。この下の画面の方もね、あられのマークになっとんよ。天気がちゃんと反映されるんやね。へぇー。いっけー、マグネットボム。そして指を振る。結局ピンクとかは何系だ？ノーマルじゃないのか。おし、いいぞ、いいぞ。双子ちゃんの千尋と美尋との勝負に勝った。私に算数は早かった。負けと負けでダブル負けよね。あ、算数、そういうことね。1たす1は3にも4にもなる。まあ、算数で言うとそんなことはないわな。私たちみたいに2人で挑んでくるトレーナーもいるよ。なるほど、勉強になったよ。ん？あれハウじゃない？負けて流れる涙が私たちを強くするの。エンジの言うことではないな。なんかすごく深いんだけど。これを広げたい。いい傷薬を見つけた。イエーイ。そして何？準備運動中？ポケモンのいいところを見つけて伸ばすのもブリーダーの役目。よし。私もいいところどんどん伸ばしてあげるよ、みんなの。ポケモンブリーダーの優香が勝負を仕掛けてきた。なんかポケモンブリーダー、男の人はすごいおじさんやのに、女の人は若いんやね。あれ何？なんかめっちゃ可愛いんだけど。
みんな可愛いポケモンいっぱい持ってるな。ネマシュ。可愛くね。スドメ返し。まあ容赦はしないがな。草系かな。効果は抜群だ。いやー可愛い、ごめんね。絆変化とかしても向こう多分1匹しか持ってなかったよ。え、持ってた？まだ2匹目いた？もしや。お、どうなの？どうなの？あ、レディバ持ってる。なるほど、そのままでいいよ。レディバは虫系だから飛行で効くでしょ。ツバメ返し行こう。ゴーゴー。ツバメ返し。これ何？この形態になったらさ、強さアップしてるの？なんかよくわからんないけど、絆変化とかいうのは。私のいいところ知りたーい。どうやろうね、いいところ。きっと明るいところだ。適当に言ったけど。ポケモンって知れば知るほど魅力たっぷりなんだよね。ねえ、ポケモン可愛いもんね。おねえ、なんかスカルダンがさ、タムロしてるのが見えたよ。ここにはどうやって行くんやろ。あ、なんか、あ、こっち行ける。これは？星のかけらを見つけた。なんか知らんけど見つけたんだけど。いや、とりあえず、見つけたじゃなくって、あ、ここ崩せるんかな？もしかして。ケンタロスで。で、あー、いや、崩せませんけども。全く崩せないじゃん。どういうこと？なんか他の、あ、なんかイオットあれか。飛行のやつがいるんかな？ライド。なんやっけ？リザードンがもらえるんやっけ？いいね、いいね。どうすなら、人影とリザードンも欲しいな。わがまま。ハウの方とスカルダンどっち先行った方がいいかな。とりあえずスカルダン行っとく。さあさあさあ。何やってんの？この、あの二人かな。しゃがんでると筋肉使って足プルプルしてよ。動けねえよ。ダセ。アローラ相撲じゃねえよ。シマキングは腹の真似じゃねえよ。そんなこと誰も言ってねえよ。え、なんなの？なんなの？それだけなの？あ、なるほどね。君たちは足が痺れて動けないだけの、ただ単に間抜けなスカルダンの下っ端ということね。もういいよ。とりあえずそこの草っ端のところには私を近づけさせてはくれないということね。了解了解。あれか、キャプテンスイレンやっけ。あはは、やられちゃった。マジでそんな強いの？男？お前本気でそれか？そうだよ、本気でポケモン勝負楽しんでるよ。ふん、楽しむか。持てる力を勝負で出し尽くしてから言うんだな。わー、アユナ。この人怖いよー。アユナ？そうですが。何か。ふん、不用心なやつ。一部のポケモンですら危険予知をするのに。何何？俺はグラジオ。え、全然違う。誰だよ。相棒のヌルを捕まえるためじゃない。相棒じゃないじゃん、捕まえてなかったら。相棒のヌルを鍛えるため戦い続けている。ま、今はスカルダンの雇われ用心棒だがな。あ、なるほど、そういうこと。え、で、あいつらはあそこで休憩しといて用心棒が戦いよると。何も言わず俺たちの相手しな。いいよいいよ、どうせ私が勝つから。イエーイ。超嫌なやつ。え、こいつはあの間抜けな格好しないよね。うわぁ、なんか中二病感半端ないわ。絶対やっつけるね。お、ズバッと。ヌルっていうのは何？ヌルっていうポケモンがおる。おーし、ここは、コイルで行こう。コイル、コイル、出ておいでー。コイ。コイ、コイル。シャレじゃないけど。おーし。行くよ。スパーク。あ、でも電気ショックの方が私的には好きやな、見た目が。よし、いいぞいいぞ。そしてん？タイプヌル？何タイプヌルって。とりあえずそのまんまでいいよ。よくわかんないから。タイプヌルっていう名前な。何これ、え、何これ、どういう状態。とりあえずスパークしてみて。効くのかどうかよくわからんけど。お、あ、麻痺させられた、やったね。
悪系ってことかな、わからぬ。ちょ、とりあえずこういう時にはレベルでゴリ押ししていこう。押し、今のうちだ。動けないぞ相手は。じゃーん。さあここでツバメ返し。そっぽ向かないでよ。筋切りで行った方がいいかな、もし悪なら。筋切り、どうだ。悪系ではなかったっぽい。ん、飛行系？違うよね、スパークそんなに効いてなかったもん。お、コイルがレベル26に。お、おしゃまりレベル27。やーった。うっ、絶望的。ふっ、憎いやつだ。ほら、やっぱり中二病だよ。多分あのレッドカードの人よりも中二病だよ。もうポーズまで。ふっ、何してやがる俺。強いやつさ、強いやつと続けて戦う心構えが足りていないのか。強いやつ？ああ、そいつのポケモンは弱くない。ポケモン勝負を楽しむやつがいてもいいさ。だがそいつは、島キングに、しかも本気の腹に勝てないから、そうやって言い訳してるのさ。どういうこと？じいちゃん知ってるの？っていうか俺強いの？なんだグラジオも大したことねえな。あ、さっきのやつやん。もう痺れは取れたの？え？さっきの奴らじゃない、なんか女が来た。いずれにしても、寝なし草根性入ってないのよ。代わりにあたいらが根性入れてやっから。うわぁ、ないわ。男もないけど女もないわ、ポーズ。やめておくんだな。ん？お前らに勝ち目はない。俺に勝てないくせに、ポケモンを無駄に傷つけるな。あ、ポケモン愛はあるのね。なるほど。そこはいい人。いいポケモンだ。わざわざ来たのに、骨折り損のくたびれ儲け。あなたが止めなきゃ、せすらぎの丘にいる主ポケモンを奪ってたのに。ね、なんかあっこ光寄らん？ほらほらほら、あの右。ね、光寄るね、なんか。帰ろ帰ろ。闇カラスが鳴くから帰ろ。この世界では全てポケモンに置き換えられるのね。グラジオさんよ。お前よ。ボスに気に入られてるけどよ。雇われ用心棒なの。正式なスカルダンじゃないの。わかってるよな。なあ、なあ。うるせえな。歩き方。ああいう歩き方じゃないといかんのかな。てか女の子は女の子でさ、男と別にしたらいいのにね、ポーズとか。もっとセクシー系にさ、可愛い系でもいいけど。あゆな、ありがとう。月光ガもありがとう。いえいえ。お疲れだったね。ポケモンにまで俺を言ってくれるのね。ふぅ。せさらぎの丘の試練に挑むなら、ポケモンを鍛えないと。あゆな、いいものあげるからファイトだよ。なになに？お、元気のかけら、3個ありがとう。次は試練の場所、せすらぎの丘へレッツロー。ね、さっきのさ、ちょっと待って、ライドしとくね。さっきのあの、ここで、たむろしてた奴らはどうなったの？あ、いない。一緒に連れて行ったのね。あ、っていうことは、あ、そっか、ここ通り抜けられる場所ってことか。こっちに行けるだけか。あ、ぽいね、ぽいね。あ、二人組。待って、お得な掲示板読んどこう。ん？道具の穴抜けの紐を使うと洞窟から一瞬で抜け出すことができます。知ってます。こっち側にも何かしら、道具、お、トレーナーかい？この先を行けばポケモンセンターがあるよ。その先は試練の場所、せさらぎの丘だからね。オッケー、ありがとう。あっこう歩きま、あれ？こっち行けない。なぜ？え、なんか行けないんだけど、何？草むらに入れないとかじゃないよね、この子。ケンタロスに入れ替えよ。あれ？行けない。どういう状態なの？こっちには行ける。ん？なんかある。技マシン57、チャージビームを見つけた。あっちはなんか違うってことか。壁があるってこと？つつけら。もうなんか、おなじみって感じのポケモンだけになってきたね。出てくるポケモンに真新しさはない。まあ、レベルは高いんやけどね。んで、あとは、そうそう、こっちに二人組が。さあ、来いよ。よろしければ私たちがお相手いたしますわ。一人では使えないコンビネーションも二人なら、
来い来い。こっちも2匹で行くけんね。ホープコンビの千春と光太が勝負を仕掛けてきた。なんか嫌な2人だな。ワシボン。あ、それワシボンって言うんや。なんか可愛いんやけど。ねえ、なんか可愛いよね。とりあえず月光が下がってコイル出てこよっか。ゴンベはそのままでいいや。あ、待って待って待って。ゴンベは、指を振ろう。一系コイル。まあ、相手飛行系やけんね。二匹とも。めっちゃ羽でしばかれた。よし、行くよ。ゴンベ、指を振る。さあ、なんだなんだ？マットショット。え、効果がないだって。あ、地面系か。なるほどね。ワシボンかわいい。よし、もう一回。コイル、スパーク。お、いいね、いいね。ごめんね。敵だからしょうがないんだ。バルチャイはやっぱりなんかおむつ履いとるみたいやし、ずんぐりむっくりな感じやね。さあ、今回は？パワージェム。おお、なんかすげえ。あ、効果抜群やん。あ、でもレベルの問題か。よし、バルチャイに。何が出てくるかわからんっていうのが面白いよね。おし。よし、オッケーオッケー。ジハルとコウタとの勝負に勝った。まあ、なんてこと。コンビネーションは難しいな。だから面白いんだけど。二人のコンビネーションをもっともっと磨いていかなきゃ。ハロフチホールナイスコンビ。デクシオ&ジーナに憧れてるの。デクシオ&ジーナって？ジーナとデクシオって謎の人としていろんな事件を解決してるって。私が会った人とは違う？あれかな？なんかこの先にありそうだ。先に回復をしておこう。なんか、めっちゃ子供に。主ポケモン。あやつらは守りが固い。これをうまく使えるといいが。なになに、なんかくれた。あ、クリティカット二つ目ありがとう。もらえたよ。クリティカットを使ったポケモンの攻撃は急所に当たりやすくなるぞ。それを子供にも説明しよったんかな。しさらぎの丘には主ポケモンがいるんだ。なるほど、私頑張ってくるね。ヤドン、君はお一人？生系。なんかあれだね。ポケモンは、言葉を喋るようになったんだね。数々の時を経て。せさらぎの丘にぴったりの甘かじを連れているんだけど、よければ君のヨーテリーと交換しようよ。甘かじ？ヨーテリー、交換？するする。え、あれなの？ボックスの中に入ってても大丈夫なの？あ、大丈夫なんや。へぇ。まあ、ヨーテリーいつでも捕まえれるけんね。その辺。ここに来るまでの間にもいっぱいいたから。はいはい。あげる、交換する。どうぞ。うん、交換しよう。ヨーテリーをん？騎兵へ送ります。バイバイヨーテリー。騎兵、言いにくい名前だな。わ、すげえ、こういう感じなんや。あ、かわいい。そのポケモンくれるん、めっちゃいいやん。ありがとう。キヘからタリーヨが送られてきた。あれ、甘かじは何やったん？タリーヨやった。私全然違うとこ見とったんかな。え、甘かじやん。あ、そういう名前をつけとったってこと？タリーヨっていう名前を。変な名前つけんなし。お、この子3段階ある。登録完了。多分草タイプよね。レッツレッツ、どんなポケモンか調べろと。甘かじ、フルーツポケモン。人が食べるには甘すぎるが、甘かじの汗を水と割ると程よい甘さのジュースになる。なんか汗って考えたらちょっと嫌やな。ね。おお、ヨーテリーかわいいな。甘かじも言葉にできないほどかわいいから大切にしてね。ありがとう、ぜひぜひ大切にするよ。人からもらったポケモンはレベルが上がりやすくなるんよね。しさらぎの丘にいるのは水タイプのポケモンばかり。
草タイプのポケモンや技が使えるといいかも。水タイプばっかりか。じゃあ私電気タイプがおるけん、まあ大丈夫だろう。あのすいません、お願いがあるんですが。いいですよ。話を聞いてくれてありがとうございます。いえいえ、私はポケモンと水質の関係を調査しています。で、今回はセサラギの丘を調べてまして、で、ヒンバスというポケモンが住んでいるか調査中ですが、なんせ釣りが下手なもので調査がはかどらないんです。あのブサイクなポケモンか。あ、でもヒンバスってあれやろ、進化したら超可愛くなるよね。で、あなたに一つアルバイトのお願いです。マジでお金くれるん。セサラギの丘のヒンバスを捕まえてみてくれませんか。見すばらしい見た目なので愛はすぐわかるはずで、ヒンバスを捕まえたら図鑑のデータを見せに来てください。ちゃんとお礼もしますから、一つ頼まれてくださいよ。ね、釣り竿は、釣り竿、釣り竿くれないと釣れなくない？その辺におるってことかな。まあ、とりあえず回復して休ませてあげます。それではお預かりいたします。お願いします。ね、こうやって人助けをしながらの冒険っていうのもいいよね。またのご利用をお待ちしてます。ってことで次はせさらぎの丘へゴーやね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。